東京ときめきチャンネルリポーターの夏川敏郎です。ラブラブカップルを見つけたので早速インタビューしたいと思います。では年齢とご職業を教えてください。19歳第一です。18の第一です。2人の出会いはどこですか？高校の中高の同級生。はい。85ぐらいですね。86ぐらいですかね。絶対バレないようにと思ったのに。ただまあちょっとまあじゃあズバリ彼女さんのどこは好きですか？程よい肉付き感。とはあれですよね、痩せすぎず太すぎず程よい太さ、太さがいい感じなんですよね。ポージングをなんかしてもらっていいですかね。程よい肉付き感みたいな。はい、やくも。はい、いきますよ、3、2、1、はい。嫌ですもん。やだ。こぎもかったですね。程よい肉付き感はどういった場面で？肉付き感あれですね、足とか触るとおお太いみたいな感じなんですね。程よい肉付き感ですね。でちなみに初デートってどちらでした？新宿でした。どちらに行かれたんですか？映画ですね。なるほど。その後にチューをした？チューしないです。したんですか？チューはディズニーランド行った帰りです。どこに泊まりに？そのなんかディズニーランドの近くのホテルみたいな。その時にもうキスもして、でちょめちょめして、ちょめちょめとは？お二人が、ね、すごい仲いいと思うんですよ。めっちゃ仲いいと思っててキスが見たいなっていう。じゃあ行きましょう。3、2、1。ありがとうございます。東京ときめきチャンネル、まだ見てね。僕はリポーターをして初めてキスが見れました。あれいいですね、この高身長とこの身長のこの差が僕にはない身長差で、まあ僕ひっそり段差の上で立ってたんですけど、まあ見事にここまで。はい、まあ何て言うんですかね、この棒をしてこう大学生らしいカップルでしたねって感じで、お願いします。